ダルです。さて今回はですね、ザ・ジェットボーイ・バンガーズデビュー曲ジェッティングループ初のミュージックビデオの公開日が決まりました。来た、8月21日20時15分ということになっておりますけれども、皆さん来ますね、楽しみでございますね。でですね、まあこの動画ではですね、そのミュージックビデオのあれこれをちょっといろいろ話していったりとか、あとはね歌詞ね、ちょっとねこのチャンネルで触れられてなかったので、あの歌詞を一緒に見ていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。では行きましょう。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。では本編へゴー。はい、ということでね、改めましてジェッティンがね、ミュージックビデオが8月21日出るということで、まあこの日はですね3グループね、3本のミュージックビデオがね出ると思うんですよ。一グループ一本ずつね、デビュー曲のね、ミュージックビデオが出てくる日だと思います。まあ集計がね、その日から開始されるということなので、まあ忙しくなるかなと思うんですけれども、まあ本日ね、先ほどですよね、キッドフェノメロンの、ミュージックビデオ、ウィリーのティーザーが出ましたけれども、ザ・ジェットボーイ・バンガーズに関して言うと、まあ、プラスアルファでティーザーは出ないかな、なんていうふうに思います。まあ、全然出る可能性もあるんですけれども、まあ、出ないかな、なんていうふうに思ってて。というのも、もうね、ジェッティンのプレミアム公開枠っていうのは組まれておりまして、そこのね、予告編が、以前からね、チャンネルの方で出されていたスポット、ね、テレビスポットですよね、ソニーミュージックみたいなのが出てくるスポットの方が使われてたので、まあ、ティーザー出ないかなと思ってるので、まあ、ティーザーがね、プラスアルファで出たらリアクションするんですけれども、まあ、出ないと、なると、まあ、もうね、以前ね、やってるんですよ、そのスポットのね、リアクションっていうのは。だからもう、プラスアルファでやらないかななんていうふうに思っておりますので、まあ、今回のね、動画でちょっとね、軽く予想なんかしたいかなと思います。でね、その後に、歌詞をね、見ていこうかなと思います。でね、軽く MV の予想すると、まず監督は俺、久保さんだと思ってます。もう本当に LDH 昔からね、監督されている、ミュージックビデオの監督されている久保さん、例えばハイ&ローとかのね、作品作ったりとか、まあ、代表的な MV で言うと、三代目 JSOUL BROTHERS の Yes We Are とか僕結構好きなんですけれども、あとは最近で言うと、ザ・ランページ、フロム・エグザイル・トライブのサマー・ライオットとか、エベレストだったりとかね、MV 監督復帰されてるんで、まあもしかしたら、今回のザ・ジェットボーイ・バンガーズも、久保さんが手掛けてるんじゃないかなと思ってるんですけど、というのも、すごいね、MV の質感が久保さん臭がするんです。特に、パソコンがさ、なんか山になってるようなさ、ビジュアルなかった。あそこが、すごいね、久保さんだなって思うんですよ。色使いだったりとか、セットとかね。セットで見せるのがすごい結構久保さんやるんですよ。まあ、結構 MV 結構凝ってね、セット組まれてるので、よかったら注目してみてください。特にね、それが顕著に出てるのが、もう最近で言うと、もうサマーライオットね、ザランページのフロメグザイトライブとか言ってるけど、ザランページの、サマーライオットで結構久保さんが手掛けてて、本当にでっかいね、祭りのね、セット組んでて、本当に久保さんだなって思うミュージックビデオになってるので、まあ、今回もザ・ジェットボーイ・バンガーズ、まあ、エグザイル魂を継承するというようなコンセプトもあるので、久保さんが手掛けててもおかしくないのかなと思ってて、というのもね、まあ、ウィリーの方でもね、ちょっとね、予想したんですけれども、キッドフェノメロンのね、ウィリーのミュージックビデオを手掛けてるのは僕ね、関彩乃さんだと思ってるんです。リルリーグのハイヤーだったりとか、ジェネレーションズのエクスペリエンスグレニーですよね、手掛けた、監督さんなんですけども、色がね、結構出てるんですよ、監督の色っていうのが。なので、まあ、バンガーズもそれをチョックで受け取ると、まあ、久保さんなんじゃないかな。で、ウルフアルハーモニー気になるよねっていうのがね、今の状態なんですけれども、まあ、全然外れることもあります。あくまでも予想なので、もう一個人の解釈に過ぎないので、まあ、でも久保さんだろうなと思って見てます。でね、やっぱりね、本当にね、まあ、シンプルな時、本当シンプルなんですよ、久保さんって。エベレストなんてそうでしょ？めちゃシンプルじゃん。でも、凝ってるんだよね。そういうのが出てるんですよ、久保さんのね、そのエッセンス的なところがね。いや、だから、楽しみですよね。フルで見れるのがね。あとは衣装ですよね。やっぱこう、ビジュアルな本当にね、スーツの姿、かっこいい。あれ、早く生で見たい。デビューイベントがあれば見れるのかな？わかんないけれども。ということで、ちょっと歌詞をね、見ていきましょうか。ね、歌詞見ていきましょう。だから、ミュージックビデオたくさん見るのがね、やっぱりこうビルボード上げられるコツになるので、皆さんねしっかり見ていきましょう。ということでジェティのね歌詞見ていきます。もう最初はね、えい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 続いてますね。で、0を1に変えるっていう、もうこれがね、もう冒頭に来てるから、ここがすごいね大事なポイントになってくると思います。じゃあね、頭からちょっとね一節読んでいきますね。はい。ナルファンファーレ、目を覚ませ、覚醒 DNA、 超音速で広がっていくビジョン、受けて立つよトラブル、君の視線もダブル、見逃す暇ないというところが、まあ、頭のところなんですけれども、本当にナルファンファーレっていうのが、もう
門出をね、イメージしますよね。そして目を覚ませ、覚醒、DNA。まあ、EXILE 魂的なところを言ってるんですかね。で、超音速で広がっていくビジョン。ねえ、もう超スピードで、ジェットエンジンかのようにね、もうスピード上げていくよと、そしたら広がっていくね、新しいビジョンがね、いっぱい見えてくるよと。で、受けて立つトラブル、もう問題もね、来いよ、かも、かかって来いよっていうところですよね。そしてですね、君の視線もダブル。まあ、これもね、まあ、目が2つある以上ね、視線はダブルですよねっていうところですよね。で、見逃す暇ないということで、もう、そういう暇ねえぜ、見逃すなよっていうこと言ってますね。でですね、次行きましょうか。次がですね、呼吸が速くなる、ま、ボーイズ、シンクロ中、研ぎ澄まされたフィーリングで流星をつかむ、前に見えるライバル、さよならするくらいラン、本能で get it, get it, come on! ということで、まあ、ここはですね、呼吸が速くなる、走っていけば走っていくほど呼吸が速くなりますよね。まあ、ボーイズ、まあ、ボーイズ、シンクロ中、ね、だからまあ、なんかこう、ね、僕たち、まあ、男たちですよね、ザ・ジェット・オブ・バンガーズってね、まあ、シンクロしてますよ。研ぎ澄まされたフィーリングも感覚が研ぎ澄まされてる。で、流星をつかむと。前に見えるライバル。ね、だからまあ、ウルフだったりとか、キッド・フェノメロンだったりを言ってるのかもしれない。で、さよならするくらいな、もう、本当にバイバイするぐらいね、もう置き去りにするぐらい走っていくよ、ということですよね。で、本能でギャリギャリカモン、もうね、ここら辺を言ってます。さあ、ここからサビですよね。まあ、ちょっとね、歌えるかな。ハイプレッシャー力に変えて、武装するこの体が、感情をネイキッドして表現するです。Take my revenge. This is my skin. で、まあ、そんな感じですよね。This is my skin って言ってますけど、まあ、ハイプレッシャー。めちゃめちゃこのデビューに関してね、プレッシャーかかってますよと。ね、まあ、世に出ていくときにプレッシャーかかりますよ。やっぱりこう、しかもね、やっぱり超圧倒的なパフォーマンスとか言われてますから、やっぱプレッシャー、ハイプレッシャーかかってます。でも、それさえも力に変えていくんだと。で、武装するこの体がアームズと。言ってますけれども、要は武装しますよね。武装するこの体自身、もう鍛え抜かれたこの体がアーマーですよっていうことですよね。で、感情をネイキッドして表現するダンスということで、もう本当にね、やっぱこのダンスで見せていくんだというところがすごいね、やっぱこう伝わりますよね。そして世界を切り開くね、ダンス、もうこのダンスで世界を切り開いていく Take my revenge ね、リベンジって言ってますよね。やっぱ多分ね、このオーディションで3番手につけたでしょ、ザ・ジェット・ボイ・バンガーズって。まあ、1位ウルハール・ハーモニー、トータルで言うと1位ウルハール・ハーモニーの2位キッド・フェノメノ、3位ザ・ジェット・ボイ・バンガーズでしょ。もうリベンジ、ここにね詰まってますよね。 This is my skill、 もうこれこそが俺たちの才能だとね、能力だと言ってます。はい、スキルね、才能や能力だと言ってます。で、ジャリンジャリンジャリンっていうのが続いて、で、次ですよね。まあ、2番に入りますね。課すミッション、進むダンジョン、レディアクション、すべての壁、ま、なんていうの、これ俺も英語苦手。これ何、見る、すべての壁、見る、マイル、わかんない、ちょっと待って、これ読めない。シーンに刻むぜ、ドゥリルということで、まあ、ここはもうね、もう簡単に韻を踏んでるなとはわかりますよね。見るだって、ドゥリルだ。まあ、見るですよね、多分ね。見るかな、マイル、まあ、デュリルって来てるんで、マイルって読むことはないんで、見るですよね。カスミッション、進むダンジョン、レディアクション、すべての神ミュール、シーンに刻むデュリルってことでしょうね。まあ、その辺だと思いますけれども、まあ、全然ラップは今違うと思うんですけど、リズム的に。はい。でね、まあ、ここら辺はまあ、もう分かるよね。読んで字のごとくって感じですよね。はい。読んで字のごとく。まあ、ただ、シーンに刻むでドゥリルっていうところは、まあ、ドゥリルで、まあ、もう本当に刻むっていうところは、ドゥリルで刻んでるっていうことでしょうね。イメージ的に。はい。でですね、次ですよね。他人の評価なんて、don't care。もう気にすんなと。他人の評価なんて気にすんな。オリジナルこのスタイルで進め、ソルジュ。で、今をブレイズアップ。細胞が暴れるショーアップということで、もう本当にね、他人の評価なんて気にすんな、オリジナルこのスタイルで、もう本当にもう読んで字のごとくですけど、で、進めソルジャー、まあソルジャーね、まあさっきね、武装するとか、アームズとか言ってるんで、まあソルジャーっていう言い方してるんだと思います。そして今をブレイズアップ、ね、まあ今をね、吹き荒れろみたいなところですよね。で、細胞が暴れるショーアップということで、もうこのね、ステージに上がると、細胞が暴れるからステージ上がるよみたいなところですよね。で、またね、
同じところが来ますよね。呼吸が速くなる、まあ、ボーイズシンクロ中、研ぎ澄まされたフィーリングで流星をつかむ、前に見えるライバル、さよならするくらいラン、炎でゲリゲリカモン、ハイプレッシャー力に変えて武装する、この体がアームズ、感情をネイキッドして表現するダンス、世界を切り開く敵前リベンジ、 This is my skill ということで、もうねここら辺も一緒です。はい、サビですよね。ジェリン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 って来ますはい、来てまして、はい、でね、まあね、次が溢れていく思い、 My heart、 形にすればいいだけ超えていくプレッシャー、まあ、やっぱプレッシャーって文字がやっぱ来てますね。やっぱプレッシャー相当感じてるんでしょう、本人たちがね。そういうのがあると思いますよね、形にすればいいだけ、ただね、溢れる思いをこの、まあ、自分の心を形にすればいいだけだ、ダンスにすればいいだけだと言ってることですね。で、まあラストね、ハイプレッシャー力に変えて無双する、この体がアムズ、感情ネイキッドして表現するダンス、世界を切り開く的前リベンジ、This is my skill、 ジェリー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 ということでまあこんな感じで歌詞読んでいきましたけれども、やっぱりこのダンスで表現するプレッシャーをか、プレッシャーを力に変えて、まあ、0を1にしてダンスにしていくんだというような、思いが込められている歌詞になっているんじゃないかな、なんていうふうに思っておりますので、すごく MV が楽しみになってます。早く楽曲聴きたい。8月21日が楽しみでございます。というわけでね、まあ、今回は以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。ではまた次の動画で、バイバイ。